はい、どうもこんにちは、北島アクアティクスの早塚です。前回の下半身のトレーニングに引き続き、今回もちょっと下半身トレーニングでやっていきたいと思います。で、今回はですね、ちょっとジャンプ系のトレーニングが多いんですけど、派手な内容というよりも地味な内容で、で地味にきついやつになってます。まあ、あの部屋でもできると思いますので、ぜひ皆さんもですね、一緒にやってもらえればなと思います。ではまずお見本から見せていただければなと思いますので、見てください。はい、ということでね、ちょっと今日は縄跳びを使いたいと思います。はい、縄跳びからスタートになります。で、一定のリズムで跳び続けましょう。縄跳びがなければその場で跳び続けても OK です。次はステップスクワットになります。これもですね、トントントンのリズムで一定で行うといいと思います。はい、再び縄跳びになります。これもですね、リズムよく、ステップしながら行いましょう。縄がなければその場でステップをしながらジャンプでも OK です。次は、細かいステップ動作になります。とにかく細かく素早く行いましょう。しっかり体幹にも力が入ります。はい、またまた縄跳びになります。で、1回目と同じようにね、一定のリズムで、跳び続けるようにしてください。はい、本日のラストはスクワットジャンプになります。ジャンプして、足を入れ替えましょう。しっかりと腰を落として床に指先をつけるといいと思います。はい、お見本見ていただけたでしょうか。で、ほんと地味に、きついんですよね。派手な動きではないんですけど、なので地味にちょっと皆さんも体をじわじわと追い込んで下半身強化していただければなと思いますので、今からサーキットトレーニング一緒にやっていきたい、いければなと思います。では準備してください。始めていきましょうよ。はい、ということで、今から始めていきたいと思います。では縄跳びから、皆さん集中してジャンプしていきましょう。40秒です。まあ、ちょっとトレーニング関係ない話なんですが、ドラゴンボールに憧れた人は僕ら世代では必ずいると思うんですよね。ちょっとそういう演出をしながら、まあ、楽しんでやっていきましょう。はい、40秒常に一定のリズムで跳び続けてください。一見ね、これ簡単そうに見えるんですが、やってるとなかなかに、これきついですね。はい、あと10秒。徐々に、ふくらはぎがこれきます。ジャンプはなかなかいいトレーニングなので、ぜひ、皆さんも縄跳びがなくてもやってみてください。はい、ここで休憩になります。はい、この休憩時間にですね、次もあるので、しっかり足を、ね、軽く動かしてあげると、うまくこうほぐれてくれます。ね、ぼーっと突っ立ってるも軽くこう足を回して、ほぐしてとってもいいと思います。では準備して次行きましょう。ステップスクワットになります。なんて言えばいいのかな、変にリズムを作るというよりもですね、これも一定のリズムで、やってあげるといいかと思います。トン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 、このリズムを常に維持してあげましょう。で、余裕がある方なんかは、このしゃがんだ時、床に指先がつくと結構深く落とせると思います。まあ、つかなくても、落ちるので、で、徐々にですね、これ落ちなくなってきます。腰がね、そこを、頑張って耐えてください。はい、休憩になります。はい、一見地味な、スクワット動作だったんですけどね、これも結構やっぱ腰を落としてる分、足、まあ、下半身の、負荷が結構強いですね。で、また縄跳びになります。はい、では、準備をしてください。はい、ではまた縄跳びでいきます。おっと、ここで引っかかってしまったんですが、これただジャンプをする、両足で跳ぶというよりもですね、片方ずつこうステップを、刻みながら跳んであげるといいと思います。で、一見ね、簡単そうに見える、楽そうに見えるんですけど、これちょっ
ちょっと難しくないですか？僕だけなんですかね、このステップを刻みながら引っかからないように、まあ、リズムを、これも大切にしながら一定のリズムでやってあげれるといいと思います。しっかりとトン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 で40秒、あとちょっと休憩です。はい、 OK、 休憩になります。結構ここまで来ると、足がきついと思います。まあ、派手な動きはしてないんですけどね、地味にじわじわ来るので、軽くやっぱ足を動かしてあげて、ほぐしてください、ね、気持ちも余裕が持てると思います。では次行きましょう。はい、開始になります。これステップですね。とにかく、細かく素早く、前後に動かしましょう。でも、これ分かります、本当に足が動かないというのもね、やっぱジャンプ系っていうのは、その頑張りすぎなくてもやっぱ自分の体重をですね、こう上に上げてるんで、なかなかこうきついもんなんですよね。でその中でもしっかりと耐えて、お腹にも力を入れてあげて、下半身の強化につなげられるようにしていきましょう。これやばいですね、なかなかにきつそうな顔してます。あとちょっとです。はい、 OK。ここまで来ると、なかなかというよりもうかなり、きついです。まあ、足がね本当に、重く感じます。でそのまま次はまた縄跳びになりますね。もう一踏ん張りして頑張っていきましょう。では準備して、はい、開始になります。まあ、これはですね、2つ目の縄跳びと違って、ステップ踏まなくていいです。相当足に来てますね、これね。普通に跳んでるのに引っかかるっていう。で、これもですね、一定のリズム、皆さん疲れてるのは分かります、分かるんですが、変にこうゆっくりじゃなくてですね、まあ、一定のリズムで、飛んであげましょう。で早すぎても、このあと最終の種目がですね、なかなかにやっぱきついんで、でも遅すぎず飛び続けるといいと思います。結構体力ね、強化にもなってくるので、ここ踏ん張りどころですね。あとちょっと、はい、 OK です。休憩。なかなかに、苦しそうな顔してますね。皆さんどうですか、余裕ですか？まあ、あとね、次がラストの種目になりますので、本当にがっつりラスト足を使っていきましょう。では準備して、はい、では行きましょう。ラストスクワットジャンプですね。これ見てわかります？全然飛べてないですね。やっぱ相当これ足にガタがきます。そこを踏ん張って踏ん張って、しっかり自分の体を上に上げるようにジャンプしましょう。で、これもこう今手ついちゃいましたね、指先がつくぐらいで、しかも一定のリズムで飛んでほしいんですけどね、もうバテバテですねこれ。でもこれ頑張ってるんで、皆さんあとちょっと頑張ってやっていきましょう。はい、ではラスト飛べ、 OK、 終了になります。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。地味にきつい、派手ではなかったですね。まあなかなかにね、これはきついと思うんですけども、やっぱりジャンプをすることによって、まあ、足もそうなんですけども体幹がやっぱ鍛えられます。で、しっかりと何て言うんだろうな、下半身のバネ、足首だったり、まあ、つま先も膝、結構下半身の関節使うんで、まあ、全身のバネを鍛えることにもつながってくるので、ね、ただこうプッシュアップとかスクワット、体幹トレーニングだけではなくて、こうジャンプするっていうのも入れてみるといいと思います。では、本日はこれで、終了したいと思います。よければ、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。